オーバーンはアメリカ合衆国アラバマ州東部に位置する都市。オーバーン大学の大学長である。人口は53,380人。オーバーン及びその北東に隣接する軍庁所在地オーペライカの西を中心とする都市圏はリーグに一軍のみからなり1 4万2 4 7人の人口を抱えている。より広域的にはオーバーンは 約6 0トル、東南東に位置するジョージア州第三の都市、コロンバスの広域都市圏に含まれており、その人口は469,327人を数える。アラバマ州における先住民の居住地域境のオーバー案がある、アラバマ州東部のこの一帯にはヨーロッパ人の入植以前にはネイティブアメリカンのクリーク族が住み着いていた。1832年、 カセッタの条約により、この地位がクリーク族からアメリカ合衆国に割上された。その4年後の1836年、第二次クリーク戦争によってこの地に残っていたクリーク族が、当時の大統領アンドリュー・ジャクソンの命令で追放されると、この地にメソジスト・信徒のジョン・ジェイ・ハーパーが町を創設した。やがてこの町は1839年、 アラバマ州議会の承認を得て正式に法人化された。オーバーンはその初期から教育の中心地として発展していった。1840年にはすでに創設されていたメソジスト系の学校を開組する形でオーバーン女子大学が創立した。1856年にはメソジスト系の私立リベラルアーツカレッジとしてオーバーン大学の前身である東。 アラバマ男子大学が創立した。しかし、南北戦争が始まると、これらの大学も、並行となり、野戦病院に転用された。南北戦争が終わっても、戦争がもたらした、オーバーンの地域経済への打撃によって、大学の再開にかかる費用を捻出できるようになるまでには、時間がかかった。オーバーン女子大学の校舎は、終戦後しばらくの間事業用に賃貸され、 ビス工場など、所有者を転々とした。やがて地域経済が上向いてくると、オーバーン市民は校舎を買い戻し、学校を設立して、オーバーン女子大学を男女共学の高校として、復活させた。オーバーン大学一方の東アラバマ男子大学は、終戦後すぐに再開したものの、学生をなかなか集められず、財政難に苦しんでいた。1872年、 メソジスト教会が東アラバマ男子大学を手放すと、同学は連邦のモリルポーを適用して、ランドグラントの州立大学として再生され、アラバマ A&M 大学に改称された。その後1892年、アラバマ A&M 大学は女子学生を初めて受け入れ、男女教学化した。十九世紀後期から二十世紀にかけて、オーバーンの地域経済成長を支えたのはやはり、 大学であった。1929年に世界恐慌が起こると大学への依存度の高さゆえに、オーバーンの地域経済は停滞したが、その後のニューディール政策によって市は持ち直した。第二次世界大戦後には、学生や教職員が急増し、市の人口が大きく増加した。1990年代に入ると、オーバーンでは製造業が発展し、 地域経済におけるもう一つの軸としての地位を確立していった。そして2008年には、産学環境同でハイテク産業の拠点とするべく、アラバマ州政府、オーバーン市政府、及びオーバーン大学が共同でオーバーン研究公園を開園した。市南部のチェワクラ州立公園内を流れる小川オーバーンは、 北緯32度35分51秒成形85度28分後、ジョージア州都の州境からは西へ約 45km、州都モントゴメリーからは東へ約 85km、アトランタからは南西へ約 170km に位置する。市の北東にはリー軍の軍庁所在地であるオーペライカが隣接している。アメリカ合衆国国政調査局によると、 オーバーン市は総面積1 0 2 6キロ平方メートルである。そのうち1 0 1 3キロ平方メートルが陸地で1 0キロ平方メートルが水域である。総面積の1.11%が水域となっている。地域は滝線のすぐ北ピードモント大地上の丘陵地帯に広がっており、標高は場所によってかなりの差があるが、視聴者の位置では2 1 6メートルである。 オーバーンの気候は早い春と蒸し暑い夏、温暖で過ごしやすい秋と冬に特徴を付けられる。最も暑い7月の平均気温は摂氏28度、最高気温の平均は摂氏32度で、日中はほとんどの日が摂氏30度を超える。最も寒い1月の平均気温は摂氏8度、最低気温の平均は摂氏3度で、 最低気温が氷点下に下がることが時々ある程度である。降水量は初春にやや多く、秋にやや少ないものの、1年を通じてほぼ平均しており、月間降水量は90から130ミリメートル程度である。年間降水量は約1340ミ、mm、リメートルである。冬季の降雪は極めて稀である。の気候区分ではオーバーンは、 アメリカ合衆国先海岸や南部に広く分布している温暖湿潤気候に属する。オーバーアン大学オーバーアン大学は市中心部のすぐ南西2841エーカーのキャンパスを構えている。同学は前述の通り、1856年に東アラバマ男子大学というメソジスト系の私立、リベラルアーツカレッジとして創立し、1872年にもリル法を適用して、 ランドグラント大学となった後、1960年に現在のオーバーン大学に改称し、総合大学に移行した。同学は、学部生、約2万人、大学院生、約5000人の学生を抱え、農学、建築、デザイン学、経営学、教育学、工学、森林、野生生物学、人間科学、リベラルアーツ、看護学、薬学、理学、 獣医学の十二学部を有し、百四十の専攻プログラムを提供している。同学は、US News World Report の大学ランキングでは、全米百位以内に入る評価を受けている。また、同学は、日本大学経済学部と提携しており、英語集中講座と経済学、経営学の授業とを組み合わせた十ヶ月間の留学プログラムを提供し、留学生を受け入れている。 オーバーンにおける K12 課ほどは、オーバーン市学区の管轄下にある、公立学校によって、主に支えられている。同学区は小学校8校、中学校1校、下級高校1校、高校1校を有している。オーバーン市庁舎オーバーンは、シティマネージャー制をとっている。シティマネージャーは、市政府の行政実務の長であり、一法令や、条例の施行、西市政府の人事、 三市政府職員の監督及び管理。四市議会への財政状況報告及び予算案の作成。五市ティマネージャーが望ましいと考える施策の市議会への提案。六市ティマネージャー自身に関する事項の市議会への報告及び七条例もしくは市議会の議決で定められた責務に対する権限を有し責任を負う。市議会は市の立法機関であり、 市の条例の制定や政策の採択のほか、イジシティマネージャーの任命及び解任、及びに新たな行政局の創設及び、業務の異常に対する権限を有する。市長は、行政実務に対する責任は負っておらず、市議会の長としての役割のほかには、議例目的にのみ市政府の長としての役割を果たすのみに留められている。市議会を構成する8人の市議員は、 市を八つに分けた小選挙区から一人ずつ選出される。市長は市議員とは別に全市から選出される。市長、市議員ともその任期は4年である。オーバーン大学は市の地域経済にも影響を及ぼしている。同学は教職員約4700名を雇用しており、これはオーバーンの労働者人口の約1、4にあたる。加えて2008年に 同学が州政府及び市政府と共同で開園したオーバーン研究公園は同学の研究成果を活かして地域のハイテク産業発展へとつなげる役割を果たしている。例えば2010年にシーメンスと共同で設置された園内のオーバーン大学 MRI 研究センターは東アラ荒場埋蔵センターとの契約のもとに運用されている 3T および 7T の2台のスキャナを備え 動学工学部や獣医学部、薬学部、心理学専攻、生物科学専攻、身体運動学専攻の研究に使われているのみならず、民間のオーバーン積水、神経外科センターも置かれている。また、同園にはビジネスインキュベーターもあり、オーバーン大学の教授や学生による研究成果を地元企業家が利用してビジネスにつなげることを促進し、 地域経済の発展をも促す役割を果たしている。オーバーン大学地域空港オーバーンの中心部から東へ約4キロメートルにはオーバーン大学が所有するオーバーン大学地域空港が立地している。しかし、この空港はゼネラルアビエーションと呼ばれるもっぱら自家用機やチャーター機の発着に使われている空港であり、オーバーン大学の航空学専攻の実習にも 用いられているが、定期旅客便は発着していない。オーバーアン近隣の商業空港としては、市の中心部から東へ約6 0トルコロンバスのダウンタウンの北東に立地するコロンバス空港や、西へ約1 0 0トルモントゴメリーのダウンタウンの南西に立地するモントゴメリー地域空港が挙げられる。しかし、コロンバスやモントゴメリーという都市の規模の割にはこれらの、 空港の規模は小さく、全社はデルタ航空によるアトランタからの便が就航しているのみで、後者もデルタコネクションのアトランタ便の他にはアメリカン航空のダラスフォートワース便、及び US Airways のシャーロット便が就航しているのみにとどまる。より規模が大きく、便数の多い空港としては、 デルタ航空最大のハブ空港で、同社の便を中心に全米のみならず、世界各地からの直行便が多数就航している、ハーツフィールド、ジャクソンアトランタ国際空港が挙げられ、オーバーンの中心部からは北東へ、約160キロメートル、車で、約1時間40分である。週間高速道路 I-85 は、市中心部の南東を北東南西方向に、通っている。 I-85 は、ピードモント大地を循環する幹線で、北東へは、アトランタやシャーロット方面へ、南西へは、モントゴメリーへと通じている。グレーハウンドのバスは、オーバーンには停車せず、最も近いバスターミナル、バスディポは、オーペライカにある。オーペライカのバスディポには、コロンバスとバーミングハムを結ぶアラバマローカルのバスや、アトランタへのバスが発着する。市内には、 公営の路線バス網はなく、公共交通機関は、リーラッセル公共交通の運営する、パラトランジットのみである。これとは別に、オーバーン大学は学生及び教職員向けに、タイガートランジットというバス網を独自運営している。オーバーン大学は、オーバーンにおける文化の中心でもある。キャンパス内には、美術館、博物館、及び劇場があり、同学の研究、 教育の一環となっているとともに、展示、公演によって地域にも還元している。また、プロスポーツを持たないオーバーンにとって、同学のスポーツチーム、タイガースの重要度は高い。ジュール・コリンズ・スミス美術館、ジュール・コリンズ・スミス美術館は、オーバーン大学のキャンパスの南に立地している。同館は、素描、絵画、版画、写真。 彫刻と多岐にわたるジャンルの作品1500点以上を収蔵している。同館のロタンダは、デール・チフーリによる、琥珀の垂れ飾りのシャンデリアと名付けられた、展示物としての機能も兼ねたガラス製のシャンデリアで照らされている。同館の代表的な常設展示物としては、サルバドール・ダリ、マルク・シャガール、ピエール・オー・ギュストル・ノワール、パブロ・ピカソ、アンリ・マティスラ19世紀後半から20世紀、 中盤までにわたるヨーロッパの作品や14世紀以降のチベットの聖堂の彫刻が挙げられる。また、同館はジョン・ジェームズ・オーディボンの博物が北アイルランドの時期やアメリカ合衆国の全英美術も収蔵、展示している。理学部所有のオーバーアン大学自然史博物館はキャンパスの東部2013年4月に完成した生物多様性学習センター内に立地している。 同館は、生物多様性の研究、地域及び、地球全体に及ぶ、生物多様性の保存及び文書化、オーバーン大学及び、アラバマ州民に対する、自然史教育を目的としている。同館で収集され、研究、展示対象になっている動植物は、水生無脊椎動物2万種、魚類45万種、両生類、爬虫類4万種、鳥類2000種、 哺乳類1,500種及び菌類を含む植物5万7,000種に上る。キャンパス中央部のやや南、学生寮の集中するエリアのすぐ北には、リベラルアーツ学部のテルフェアピート劇場が立地している。同劇場は、オーバーアン大学の学生で構成されるモザイク劇団の本拠地となっており、同劇団の公演が行われている。この劇団の団員は、 演劇選考に限らず、あらゆる学部の学生からオーディションで選抜されている。ジョーダンヘアースタジアム・オーバーアン・タイガースは、NCWA のディビジョン I に属する、サウスイースタンカンファレンスに所属し、男子7種目、女子10種目で競っている。同カンファレンスは、特にフットボールでは、最激戦区として知られ、タイガースにとってもフットボールの重要性が、特に高い。 タイガースのフットボールチームは87,491席を有するジョーダンヘアースタジアムを本拠地としており、ホームでの試合は市の総人口を大きく上回る観客を動員する。州内のもう一つの競合であるアラバマ大学のクリムゾンタイドとはアイアンボールと呼ばれるライバル関係を築いている。2010年には、 タイガースは1957年以来53年ぶりに止め、統一チャンピオンとしては、大学史上初となる全米優勝を果たした。コロンバス・オーバーン・オーペライカ広域都市圏全体の人口については、コロンバス都市圏人口を参照のこと。以下に、オーバーン市における1870年から2010年までの地域人口の推移をグラフ及び表で示す。ありがとうございます。